ボンバーマンランドにゲーム史上最大のテーマパークはハドソンより発売されたゲーム。対応機種が2種類あり、2003年7月17日に PS2 専用で同年7月31日に GC 専用として発売された。音楽は前作ボンバーマンランドやゲームボーイアドバンス用ソフト伝説のスタフィーを手掛けた岩本森弘ボンバーマンカートを手掛けた。 カサイイ・サオが担当している、ボンバーマンランドシリーズ第2作目。前作と同様に、巨大、テーマパーク、ボンバーマンランドをめぐり、アトラクションと呼ばれる多くのミニゲームを遊ぶことができる、メインモード、ボンバーマンランドのほか2種のアクションアドベンチャー、ランドアドベンチャー、サバイバルボンバーマン、レースゲーム、ボンバーマンカート、シリーズおなじみの対戦モード、ボンバーマンバトルなど、 多種多様なゲームモードが収録されている。前作よりも大きくなっているが、基本的なゲームの進め方は、前作と同一。ランド内で入手できるピースを集めて、行動範囲を広げ、125個のピースをすべて集めるのが目的のモード。物語は、前作から2年後のある日、ボンバーマンランドの園長さんから手紙が届いた。そこには、 新しいボンバーマンランドがオープンされるという告知とランドへの招待状が入っていた。早速、ボンバーマンランドへやってきた、ボンバーマンたちは開園セレモニーに出席する。園長さんによると1番に125個のピースを集めた人に、ピースキングあるいはピースクイーンの称号を与えるという。果たして、ボンバーマンは1番に全てのピースを集め、 ピースキングの称号を手にすることができるだろうか。ゾーンの特徴、イベントの参加、ゾーンのマップをもらうことができる施設。すべてのエリアに用意されている。様々な場所に設置されており、規定のピースがなければ通れない。場所によって必要なピースは異なる。店によって扱っている商品が異なる。ボンがなければ商品は買えない。別名、イルカ島。レッドゾーンで、 一定のピースを集めると行ける。カジノやホテルが存在する。アトラクションをすることや、情報を聞き出せることができる。ランドで最初に到着するところ。花畑や子供向けのエリアがある。イルカ島への船が停泊している。水に囲まれたゾーン。ランドの中央に位置し、ここから4つのエリアに行ける。乗り物が多いゾーン。和風のエリアやグリーンゾーン行きのモノレールがある。 木に囲まれたゾーン。ゾーン北部にはウエスタンエリアがある。八階建てのボンバータワーが存在するゾーン。ランドアドベンチャーをクリアするといける隠しゾーン。人々に捨てられたおもちゃたちのために作られた。誘拐されたプリティボンバーを救出し、ランドに平和を取り戻すためにランド中を冒険するモード。アトラクションはなく、全編が戦闘で構成されている。 基本的な流れとしては、エリア内にいる敵をすべて倒し、特定の人物に話しかけて、フラグを立て、イベントを進める、というものである。敵との戦闘は、サバイバルボンバーマンと同様だが、このモードでは、レベルアップの概念がない。そのため、敵との戦闘は少しきつめになっている。また、ランドアドベンチャー中のボンピットのセーブ機能が使えない、ため、セーブはインフォメーションにいる。 郵便ボンバーに話しかけることで行う。また、HP の回復は同じくインフォメーションにいる DR ボンバーに話しかけることで行える。進むエリアの順番は、ホワイト、イエロー、レッド、ブルー、グリーンにいる鹿島それぞれのエリアは、最初からダーク音楽が流れており、外にいる客やスタッフは一部イベントのキャラを除き、全員洗脳されている。 それぞれのエリアのボスを倒すことで蓄音機が出現し、それを止めることでエリアを元の世界に戻すことができる。ホワイトゾーンではボスを倒した後、自動的に元の世界に戻る。また、グリーンゾーンでは初めは元の世界だが、途中のあたりからダーク音楽が流れて闇の世界になるシーンも見られる。すべてのエリアをクリアすると、遠いゾーンに行けるようになる。爆弾、ブーメラン、 ハンマーの3種類の武器を使い、占領されたコロニーにいるミニボンを救出するゲーム。コロニーは7つあり、入るためには対応した宝石が必要になる。ある日何者かによって、宇宙にある小さな惑星どこか星のミニボンキングダムが占拠されてしまった。小さなボンバーマンたち、ミニボンを救うためにボンバーマンが立ち上がった。カジノが舞台のアドベンチャー。 元手で,である500ボムを10万ボンにすることが目的で、優勝者にはカジノキング、またはカジノクイーンの称号が授与される。ランドアドベンチャーでは最初はボンピットによるセーブはできないが、ゲームある程度進めると可能になる。PS2 版と GC 版では、BGM のメロディ自体は同一のものとなっているが、使用されている音源が異なる。GC 版のみに収録されているモード、 特別付録を起動し、任天堂ゲームキューブ本体とゲームボーイアドバンスを GBA ケーブルでつなぐことで10種類のゲームが GBA に転送可能。GBA で遊ぶことができ、他の GBA にゲームデータをコピーすることも可能。GBA の電源を切るとゲームデータは消えてしまう。ありがとうございます。